アイルランド政府はアイルランドの行政権を行使する内閣。アイルランド憲法は行政権を政府の長である首相が率いる政府に委ねている。政府は閣僚で構成されており、全員がシャナズエアランとドイルエアランで構成されるウラクタスの議員でなければならない。首相は会員であるドイルエアランの指名を受けなければならない。会員の指名に続き、 アイルランド大統領は首相を任命する。また、首相の指名と会員での承認を受け、大統領が副首相を含む政府の構成員を指名する。政府は一時立法の成立を議会に依存しており、予算や政府の法案が通過するための指示と信頼を確保するためには、会員で過半数の議席を確保する必要がある。政府は内閣とも呼ばれている。 現政権は2020年6月27日に就任し、共和党党首のミホル・マーティンが首相に就任した。副首相は統一アイルランド党党首であるレオ・バラッカー。共和党、統一アイルランド党、緑の党による多数派連立政権である。2020年2月8日の総選挙後、長引く政府交渉の末に結成された。内閣の構成員は、アイルランド憲法、 第28条及び閣僚、秘書法によって規定されている。憲法では政府は7名から15名で構成され、全員がウラクタスの議員でなければならないと定められている。1966年に第1 0日政府が成立して以来、アイルランドの内閣は憲法上の最大15名の閣僚で構成されてきた。なお、各大臣が辞任、または、 連立政権から離脱すると短期間でこの数を下回ることもある。憲法で内閣の構成員は上院議員を2名以内としている。その他の内閣の構成員はすべて下院の構成員でなければならない。特に首相、副首相、財務大臣は下院議員でなければならない。しかし実際には内閣の構成員は必ず全員が下院議員である。 1937年の憲法制定以来、上院から任命された閣僚は二人だけである。1957年に農業大臣を務めたショーン・モイランと1981年から1982年まで外務大臣を務めたジェームス・ドゥージュである。また、アイルランド自由国時代の上院議員、ジョセフ・コノリーは、1932年から1933年までは、 郵政大臣として1933年から1936年までは土地、漁業大臣としてアイルランド自由国の行政評議会に就任していた。国務省の長を担当する政府の一員は大臣に指定されている。国務大臣は政府の一員ではなく政府の大臣を補佐してその部署を担当している。無認所大臣は国務省の長ではないものを 政府の一員に任命することができる。これはフランク英検が1939年から1945年まで防衛策の調整担当大臣を務めていた時に緊急事態としてアイルランドで知られている第二次世界大戦中の非常事態宣言に発生した。閣僚の機能は内閣改造や議会の選挙後に省庁間で移転することが多い。 場合によっては国務省が消滅し、その機能が他の省に移されることもある。廃止された閣僚には労働省、郵政省、公務省、物資省などがある。非公正員には内閣の会議での議決権はないが、それ以外の場合は参加することができ、通常政府の公正員と同じように回覧された内閣文書を受け取ることができる。しかし内閣は通常 首相に従うか、合意に基づいて、作業を行うため、投票は稀である。正式には、政府の一員ではないが、政府は、法律顧問としての役割の一環として閣議に参加している、司法長官の助言を受けている。院内幹事長は、内閣の会議に出席することができるが、政府の構成員ではない。また、政府は閣議に出席することができる。 他の国務大臣を選ぶことができる。非公式にスーパージュニア大臣と呼ばれている。現在、ジャック・チェンバース、ヒルデガルド・ノートン、ピッパー・ハケットは内閣に出席する国務大臣である。ダブリン大学トリニティ・カレッジ法学部のオランドイル教授は、この観光は憲法が要求する内閣の守秘義務に違反すると主張している。総選挙のびにドイル・エアランの指名を受けて、 任命された首相が新政権を受立する。首相の辞任に伴い、全議員が辞任したものとみなしている。そのため、会員の一期のうちに、新しい首相がいるところに新政権が誕生する。憲法では、会員の任期は7年以内としているが、それより短い期間は、法律で定めることができる。首相はいつでも大統領に、会員の解散を勧告し、 新たな総選挙を促すことができる。大統領は、会員の信頼を失った首相に解散を認めることを拒否する絶対的な裁量権を保持している。今日まで議会の解散要請を拒否した大統領はいない。首相が政権を維持するためには、会員の信頼を維持しなければならない。首相が、 会員の過半数の支持を維持することができなくなった場合、大統領が認めた会員の解散を求めない限り、首相は辞任しなければならない。これは、他の法案や、会員の投票で政府が敗北した場合ではなく、内閣不信任決議や、供給喪失の場合にのみ適用される。首相は大統領に指示して、個々の閣僚の解任や辞任を受け入れることができる。首相が辞任すると、 政府全体がまとめて辞任したとみなされるが、このような場合、憲法によれば、首相をはじめとする政府の構成員は、公認者が任命されるまでその職務を継続するとされている。会員の解散と同時に、閣僚は国会議員ではなくなるが、憲法では、会員の解散の日において在任している政府の議員は、公認者が任命されるまでその職に就くとも、規定されている。 首相と政府の辞任後、直ちに大統領が、会員の指名で新たな首相を任命しない場合、退陣した政府は、後継者が任命されるまで職務を遂行するための、選挙管理内閣として継続する。これは、総選挙後にドイルエアランが最初に集まった時に、首相候補者がいなかった場合や、首相が会員の信任を失ったが、総選挙後に会員が解散していなかった場合などに、 起こっている他の議会制度の内閣とは異なり、アイルランドでは政府が法律上であるとともに事実上のアイルランドの行政機関である。他の様々な議会制国家では国家元首は名目上の最高責任者であるが、慣例では内閣の助言に基づいて行動することが義務付けられている。しかし、アイルランドでは憲法が明確に行政権を大統領ではなく、 政府に付与している。政府の執行権限には以下のような一定の制限がある。政府の閣僚は政府の行動に対して集団的に責任を負う。各大臣は自分の省の行動に責任を持っている。国務省は法的な性格を持っていない。省の行動は一般的には大臣が行動の詳細をほとんど知らない場合でも大臣の名のもとに行われる。これは 法廷の権限を与えられた者がその権限を委任することはできないという古文論と矛盾している。政府省庁の文通で大臣が私に書くよう指示したという文言につながり、その大臣が見たこともないであろう手紙や文書に書かれている。政府、または政府の構成員が憲法上の義務を果たさない場合、裁判所から委任状によりそうするように命じられることがある。 これに従わなかった大臣は、最終的には、法廷侮辱罪とみなされる。独立前、一方的に宣言されたアイルランド共和国の行政部は、ドイルエアラン省であり、1919年から1922年まで続いた。1922年1月に、AI 条約が承認された後、行政機関として、アイルランド暫定政府が設立された。 暫定政府の人事は、下院省と重複していたが、同一ではなかった。1922年12月6日のアイルランド自由国の独立に伴い、両幹部はアイルランド自由国行政評議会に引き継がれた。1937年12月29日、アイルランド憲法が発行され、アイルランド自由国第8行政評議会がアイルランド第一次政府となった。 アイルランド政府の詳細と構造は、1924年の閣僚、秘書法に立法基盤がある。何度も改正されており、1924年から2017年までの間の改正は閣僚、秘書法という一つの法律として解釈される。1989年から2016年までの全ての政府は2つ以上の政党による連立政権であった。 1948年に第一次連立政権が発足した。首相はずっと連立最大の党の一員であり続けている。首相はほとんど常に党の党首であり、1948年から1951年と1954年から1957年まで首相だったジョン・エイ・コステロは唯一の例外である。ダブリンにある政府庁舎アイルランドの公共サービスは、 同国の行政全体にわたる。2016年第3四半期時点の公務員は合計30万4472人である。公共資質改革省の定義による公共サービスは7部門あり、その内訳は公務員、防衛部門、教育部門、保健部門、司法部門、地方自治体、非営利国家機関で構成する。対象となる ヒエーリの国有公共機関の代表はアイルランド政府食糧庁、アイルランド政府産業開発庁、エネルギー規制委員会で、同じ国家機関でも商業的なアイルランド放送協会、電力供給委員会、アイルランド郵政事業の従業員は公務員に含めない。従業員数で見ると、最も大きな保険部門が十万五千人超で、大部分をハスの雇用が占め、ついで教育部門が、 約9万8450人となっている。公務員は2つに対別され、国家公務員と地方公務員がある。理論上の区別とはいえ、基本的な機能の一部をすみ分ける。業務において公正な行政を保つことを是とし、また特定の部分に関しては、政府の行政権から独立している点が特徴である。ミホル・マーティンは、2020年6月27日に、 ドイルエアランで首相に指名され、大統領から任命された。マーティンが政府の構成員の指名を提案し、会員での承認を経て、後日大統領が指名することになった。なお、アイルランドは第二次世界大戦に参戦していない。ありがとうございます。